すする TV。 ゼレゼレドーン、すするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、若者の街原宿でまた新たなラーメンが誕生すると聞きつけまして来たのはこちらです。ドン。 JR 原宿駅から徒歩3分くらいのところにありますヌードルスタンド東京さんにお邪魔してます。本日はカップ麺に絡めた企画ということで、ね、ちょっと動画の時間が長くなるんですが、どうかお付き合いください。そして、ね、どんな限定ラーメンなのかというと、透明な豚骨ラーメンとのことで、豚骨ラーメンといえば白濁した濃厚なスープが、ね、頭に浮かぶと思うんですが、今回いただけるのは、ね、透明なスープの豚骨ラーメンということで、福岡の、ね、とあるお店で透明な豚骨ラーメンを提供しているところがあるんですけども、なかなか都内では食べられないというか、まあ都内でも僕も見たことがないので、透明な豚骨ラーメン非常に楽しみなんですけど、早速行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ、ヌードルスタンド東京さん、ショッケースです。今回はオープニングで言った通り、澄んだスープの豚骨ラーメンをいただこうと思います。メニューを眺めながら普段のラーメンを待ちに待ってた。こちらがヌードルスタンド東京さんの澄んだスープの豚骨ラーメンです。豚骨ラーメンとは覚えないくらい本当にスープが澄んでいる。しかししっかりと豚骨臭はしているぞってことで、いただきます。ではまずワクワクしながらスープを一口。のほい。それは匂いだけではなく、豚骨の旨味もしっかり出ている美味しいスープ。その旨味も普通の豚骨よりキリッとクリアで分かりやすく、ただの色物ではないのが分かります。さあ続いて麺とご対面したら、よっしゃ、すする。のほい。ペタペタ食感で小麦感も強めで、さらにキリッとした豚骨の旨味を高めてくれるナイスな麺。ニンニクや背脂の風味もあって、少しジャンクでもあり、このちょいジャンクな感じがたまらないポイントでもあります。さて、豚骨ラーメンらしいキクラゲもコリッと絡めていけば、今度は豚バラ肉をパクリ。こちらも個人的にかなり好きなタイプで、嬉しさがどんどん重なってスタンディングオベーションです。てな感じで後半には紅生姜をイン。酸味からなる爽やかさはもちろんのこと、やはり持ち前の分かりやすい豚骨の旨味も相まって、すすりはさらに加速。どんどんハマっていくのが分かりますか。といったわけで、ぜひご飯とも合わせたいバラ肉をまた食らって、最後まで確かめるようにスープを味わっていけば、本日も大満足で完食です。大変美味しくすれました。蓋を開けてみればもう満体なうまい豚骨ラーメンでした。それではコスレ。はい、ごちそうさまでした。いやー、ヌードルスタンド東京さんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。今回食べた透明な豚骨ラーメン、とある超ラーメンフリークの方から聞いたことはあったんですけど、実際にね、食べたことはなかったので、今回食べてみて感想から言うとシンプルに美味しかったですね。透明なのにしっかりと豚骨臭があって、そして匂いだけではなくね、豚骨の旨味もしっかり出ているなといった印象で、まあ、僕らが豚骨ラーメンと言われて思い浮かべる白濁した豚骨ラーメン特有の油とスープが混ざって乳化することによるまろやかな口当たりではなく、キリッとダイレクトに豚骨の旨味と、そしてね、醤油味をね、楽しめる美味しい豚骨ラーメンでしたね。ニンニクや背脂の風味もあるので、少しジャンクな側面もありまして、このちょっとジャンクな感じがね、僕はかなり好きですね。あと個人的にはチャーシューが豚バラ肉だったのもすごく嬉しいポイントで、ああいったなんか家庭的なね、豚バラ肉が僕はすごく好きなので、ご飯と合わせて食べるとね、さらに美味しくいただけるんじゃないかと思いました。この後僕の地元の先輩であり、さらにラーメン業界でも活躍するとある方に、この澄んだスープの豚骨ラーメンを解説していただけるとのことで、ぜひそちらも見ていただいて、通常のね、白濁した豚骨スープとの違いをね、まあ、より分かりやすく解説していただけると思うので、まあ、こういうラーメンもあるんだなという、その文化をね、しっかり理解していただけるとね、僕も嬉しく思います。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッシュフレーズ、ヌードルスタンド東京さん、原宿来たらヌースタ寄ってや、寄って。というわけで、本日すすった澄んだスープの豚骨ラーメン、解説していただくのは、すすると同じく青森県出身の大先輩、業界最高権威と言われるトライ審査員を歴任、ラーメン研究家石山隼人さんです。お願いします。どうもどうも、ラーメン研究家の石山隼人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりです。今回、澄んだスープの豚骨ラーメンいただくんですけども、はい、はい、まあ、ほんと素朴な疑問なんですけど、なんで透明なんですか？だから単純に言えば煮立たせてないというかね、沸騰させないで取るスープだから、はい、まあ、澄んだスープになるんですよね。普通に作る豚骨ラーメンとかは、もう沸
騰させて、はい、あの白濁のスープ、そうですね、油コラーゲンスープ、その辺をもう白濁させて、まあ攪拌させるって感じですよ。なるほどなるほど。じゃあやっぱ普通の豚骨ラーメンとの作り方の違いは、その煮立たせないっていうところ。そうですね、もうこちらの今すする君が食べた豚骨ラーメンは、はい、丸2日、2日、はい、沸騰させないで炊いたスープなんですよね。まあ、それこそ、鶏だったらイメージつくんじゃないかな。まあ、佐野実さんだったり、はい、ロックンロールワンの島崎さんだったり、あの辺のスープっていうのはすごい透き通ってるんだけど、うん、実は炊いてる時間ってのは長いんだよ。沸騰させないように火を通してるから、あんだけ旨味があって澄んだスープになる。なるほどなるほど。それの豚骨バージョン、先ほど食べたの。ああ、うん、そういうことなんですね、うん、別に骨、使ってる骨が違うとかではなくて、そう、その作り方というか、そうですね、やっぱ煮立たせるか煮立たせないかっていうところが、うん、もう違う部分。そこなんですよ。あと今回ね、僕食べてみて思ったんですけど、うん、その透き通ってても、うん、しっかり味がするのは、これはなんでなんですか。やっぱりその骨の量たくさん使うってのもそうなんだけど、うん、背脂、これをもうつぶつぶが残らないくらいの透明にもうちょっと火を入れたものを使用してるから、この甘みのある豚の特有の風味が強いってことになるんですよね。あ、それでちょっとこの動物感がまた強まるという。背脂はやっぱり味が強いし風味もいいからですね、うん、確かに。そう、あ、そういう、あ、背脂のなんかそういう使い方もあるんですね。あんだね。なんか初めて知りました、これは。へえ、まあ、今回僕がすすったこの澄んだスープの豚骨ラーメンは、実はあの、はい、参考にしたものがあったんですよ、はいはい、九州の超老舗ラーメン店、で、本当にあっさりとした、まあ、澄んだ豚骨スープの人気店があるんですよ、ね、本当に。あの九州の老舗豚骨ラーメンって実はその濃厚な豚骨スープじゃないんですか。確かにそうですね、元祖、うん、意外となんか透き通った色をしてる、うん、そうそうそう、確かに確かに、というところで、ね、そういう今本当に濃厚一辺倒なラーメン業界、まあ、豚骨に関してはね、はい、まあ、そういうのがやっぱり評価される時代あるかもわからないけど、うんうん、やっぱり自分も今年40、はい、もう結構ね、それに濃厚なのが結構きつくなってそういうのがあって、ちょっと僕今注目してるのが、そういう九州系のあっさりとしたスープの豚骨ラーメン、はい、注目してるんですよね、はい、というところで、はい、凄麺で有名な山田さんにこちらの豚骨ラーメンを開発していただきました。おー、すごい。あと、この今食べたものが、まあ、カップ麺でも近いクオリティで再現されて、こうね、何回も試食したんですけど、はい、やっぱり澄んだ豚骨ラーメンなんですけど、その豚の風味が強い、はい、うん、参考にした福岡の超老舗のラーメン店もあるんだけど、そこをまさに再現したスープ、あっさりした豚骨スープ、はい、美味しいですよね。おー、マジですか、うん、いいっすね、確かに、はい、でこちらのニュータッチ凄麺シリーズ、はい、この澄んだスープの豚骨ラーメン、こちらが、6月の17日発売になります、うん、17日からカップ麺が店頭に並ぶ、そうですね、はい、そしてこちらのヌードルスタンド東京さんの豚骨ラーメン、うん、はい、こちらが6月15日から限定開始です。お、15日から、じゃあこっち、はい、お店の方では15日から食べられる、はい、さらにその、はい、この豚骨ラーメンを食べていただいた方にはこちらのカップ麺、はい、差し上げます。え、もらえるんですか。そうです。ってことは、じゃあ、はい、発売日より前に、そうですね、2日前からですね、このゲットできる、はい、手に入れます。おー、いいですね、発売日前のカップラーメン、いいですね、はい、フライングゲットというやつですね。いや、もう間に合いたまらないですね。はい、確かにこの今回いただいた豚骨ラーメンすごく美味しかったので、うん、ぜひね、まあ、お店でも楽しんでいただいて、さらにね、カップ麺でも家でちょっと、そうですね、まあ、食べ比べたりもいいんじゃないかと、はい、新しいトレンドになるかもしれない、この澄んだスープの豚骨ラーメン、はい、はい、というわけで、こちらの澄んだスープの豚骨ラーメン、ヌードルスタンド東京さんでは6月15日から実際にお店で食べられるということでね、ぜひ皆さんもすすりに来てください。お待ちしております。ぜひ旅に来てください。